ちゃんくん。はい、じゃあ、こいで。おはようございます。ジャン君、ポンちゃん、朝から元気ですね。ちょっと今走り回っていましたが、ジャン君が水を飲んでる間休憩です。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、ジャン君。はい、じゃあ、こいで。はい、で。知らないうちに入っていました。ジャン君。気持ちいいっすか、それ。なんかちょっと斜めってるけど。斜めってる？あ、ほんまや。
さっきまで平気だったのに。まあ乗るからだね。ポンちゃんもね、すごい先越されたよ。いいえ、ポンちゃんもずっと昨日から入ってますけど。おや、まあ、ね、カメラで抑えられなかったのね。おじちゃん早く寝ちゃったか。そうそう、ここにね置いた時にもう入ってて。そうなんだ。さっきもここに置いた時にもずっと入ってたのね。昨日はね、早めにご飯の後すぐにアレルギーの薬飲んだら眠くて眠くて12時前に寝ちゃいましたね。さっきまでも入ってたんだよって。お父ちゃん下にいる間に入っちゃったの。はい、ボンちゃん入りました。はい、ボンちゃん入ってくれたんだよね、ボンボン。はい、ボンちゃん、かわいい。そのままだと入らなかったけど、よかったです。はい、4つ目はこれです。こんなのを作りました。はい、最後5個目はこういうやつですね。丸いのが出てきて消えると。はい、次々行ってみます。はい、なんかお気に入りの場所ができたね、君たち。交互に入ってる感じだね。まあ、おいママが奮発した甲斐があるよ。本当はね、その段ボールくんがボロボロになってきたので、うん、それのが完全に壊れた時の代わりになればと思って買ってきたんですが、今はどうやらそれの中に台座と化しております。入れないと入ってくれないようです。まあ、グラグラするからね。ただね、まあいいでしょう。さてさて、7月が始まったね。もうだいぶ前か。あ、今日何日？11日。あら、もう7月も。え、ってことはもう15日すぐじゃん。そうだよ。でも12、その前に12日に電話。12日は、朝、マオイママさんのインフルじゃない方のコロナワクチンの予約の、メール、違う、電話じゃなくて、ネット、あれ？ネットで予約しなきゃいけないね、うん、今日のうちにちょっとアクセスしてみて入れないかどうかを確かめようかな。なんかね、うん、パスワードの変更とかちょっとだけ時間を費やすので先に済ませちゃわなきゃいけない、ね、明日じゃないとできないかもしれないけど、うん、ということです。頑張ろう。チャラーン、今年も来ました、夏です。夏、岡部の手延べ麺、うん、そう、どう、またいただきました、ね、毎年いただいてすいません、ありがとうございます。美味しくいただいております。そうなんです、これとっても美味しいんですよ、はい、いつも黒犬はそうめんって呼ぶけどそうめんじゃないのよって魔王いママさんに毎年言われております。それが手延べ麺、ちょっと平たい感じ、あの、ちょっとあの ちょっと太いっていうか平たい、ね、うん、ちょっと開ける一回。あ、はい、これです。霧の箱に入ってるで。ねえ、なんかすごい立派な。お、はい、こういうものでございます。こういうものです。オルチェさん。はい。なんか去年までとなんか色物とか違うね。はい。岡部の手延べ麺でした。どうもありがとう。